皆さんこんにちは。エアソフト97、外装レビューの時間がやってまいりました。本日はですね、待ちに待った E&L の、E&L AKMS デラックスモデルのご紹介をしたいと思います。はい、こちらの AKMS ですね、最初から説明書の方にラインナップとして載っていたんですが、なかなかラインナップに加えられなくてもうやきもきしてたんですけど、とうとう発売してくれました。というわけで早速外装の方をレビューしていきたいと思います。 AKM、AKMS 特有の竹槍ハイダーの方が付いております。こちらはですね、14ミリ逆ネジなので、他のアウターパーツ、お好きなハイダーとかをつけることも可能ですね。はい、フロントサイトはこのようにがっちりピン止めプラス圧入されているので全くのガタがございません。で、クリーニングロッドもフルサイズ、ここまで入っているものが付いておりますので、お好きなようにウェザリングしたりとか、これを取り外して運用しても楽しいかと思います。はい、で、そしてどんどんこう下っていってハンドガードですね。ハンドガードは合板製、はい、かなり硬い木で作られているので結構ですね、これ、ヴィンテージするのも大変かと思いますが、かなり剛性もあるし、また今回 の新デラックスバージョンからついてるこのニスがですね、かなり薄付きになっておりますので、この E&L のがっちりしっかりした合板が綺麗なニスを通してね、こう色っぽく見えるっていうのがもう AK 好きにはたまりませんね。特にこの赤っぽいロシアン AK 特有のハンドガード、素晴らしいの一言につきます。はい、で今度はレシーバー方面、レシーバーやっぱ気になるのはセレクターですよね。セレクターですね、こちらこのようにカチリカチリカチリしっかりとセレクト感を出しております。やっぱり E&L のレシーバーの合板が厚いので、かなりこのセレクターの切れ込みですね、こちらも深くなっておりますので、やっぱりこの切り替える時のカチリカチリという爽やか感はたまらないものがあります。で、E&L のボルトですね、ボルトカバーもかなり厚めのスチール製になっているので、このように引くと、わあ、金属と金属のこのガチンとぶつかるね、いい音が聞こえてきます。はい、で、こちらですね、E&L デラックスバージョンは、マガジンの方がノーマル70連マガジンの方が付属するんですが、レシーバーに入れるとですね、このように金属と金属同士のね、しっかりとしたホールディングで、このように全くガタもないです。いやー、こんだけねカッチリカッチリ作ってくれると嬉しいものがありますね。またですね、このデラックスバージョンからカメラさん、こちらですね、内部に E&L 独自のインナーマグエ、こちらが標準装備されております。こちらがないと、マガジンが変なところにかかってしまって、なかなか正しく装填されなかったりです、引っかかってこうスピーディーにマガジンの脱着ができなかったりするんですが、このマグウェルがあることによって、このようにもうスムーズにマガジンチェンジが可能になっております。バッテリーの収納場所なんですが、トップカバー内、いつもの場所の方にこのようにうなぎタイプバッテリーの方が入るようになっております。左側面はですね、AKM、AKMS らしく、サイドマウントのないつるっとしたね、この、圧入ピンのね、ポン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 っていうこの色気のある、さらっとしたシンプルな肌になっております。はい、で、フォールディングストックなんですが、このスリングアダプターですね、スリングアダプターの位置に、ストックのロックボタンの方がついておりますので、こちらを押していただくと、このように下向きにですね、フォールディングされます。で、このフォールディングストックはマガジンがついたままでもこのように折りたためるということで、やっぱ AKMS をお買い求めになる方はこの鋭いスタイル、これがねかっこいいと思われる方も多いんじゃないでしょうか。で、畳んだ時にですね、こちら、はい、ハンドガードに当たる部分にゴム製のダンパーがついているんですけど、こちらを外してしまうと、はい、これは僕私物のハンドガードなんですけど、スチールの尖った部分とハンドガードが直接当たってしまうので、このように傷がついてしまいます。
僕は、使い込んだ AK が好きなのでこういう風に傷がついても全然嬉しいんですけど、せっかく綺麗なハンドガードなので綺麗に使いたいっていう方は、この赤いゴム製のダンパーですね、外さないようにご使用ください。で、赤が目立つ場合は箱の中に黒の、ダンパーの部品も入っておりますので、それをどうぞ交換してお使いください。それでは全体の重量の方を測っていきたいと思います。こちらですね、マガジンなしの重量で 3465g、 もう結構な重さですが、実重が 3200g 前後、いやちょっと重いぐらいのことを考えるとかなりいい重さなんじゃないでしょうか。全長は91cm、 はい、フルサイズの AK のサイズになっております。E&L はですね、ハンドガードも合板木製で、本体もほとんどスチール製ということで、かなりね AK のハイエンドモデルではないでしょうか。はい、でデラックスモデルということで、内部もかなり、デラックスな仕様になっておるいるんですが、こちらの方の仕様変更につきましては E&L デラックスモデル内部機構についてという動画の方を参考にされてください。そちらの方で当店の調整モデルと、合わせまして、試写の方の動画も撮っておりますので、どうぞ、ご覧ください。以上、 E&L AKMS デラックスモデルの、外装レビューをお送りしました。皆さん、それではまたお会いしましょう。